限ですので席を立ったり席を移動することをご遠慮ください。でこれより1時間程度の時間となっております。はい、ここから先すべて禁酒禁煙です。ご協力の方をお願いします。で最後に一番大切なもの、救命胴衣ですね。はい、この船は船の左手後ろ白い大きな箱に入っております。必要な場合はこれを配り始めますので着用のご協力をお願いします。はい、この救命胴衣が必要な時はこの船が沈む時です。はい、その時は皆さん覚悟も決めてください。はい、じゃあこちら防波堤出ますと船は左に大きく曲がっていきますね。スピードも上げていきますよ。十分気をつけてください。
ておりますね。はい、ちょうど正面にある緑の濃いちっちゃい丸い葉っぱの木の根っこになっております。この木、マヤプシキと言いますよ。ハマザクロ科の木で生息、入りを持って北限とされております。すごいでしょ、ツン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 出てますね。で、実は島の反対側ではこの木あんまり見れないそうですね。この辺りがもう生息の北限じゃないでしょうか。で、こちらのタケノコのような根っこで呼吸しておりますよ。普段は水の中、ヘドロの中ですね。潮が引いたとき、根腐れしないように呼吸して空気を溜め込みます。この根っこ、タケノコに似てますね。タケノコの根と書いて、純根と言います。で、根っこの周りにコブのようなものたくさん見えるかと思います。ポコ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 、ちょうど人間が膝を折り曲げたような感じの根っこ。これ、膝の根と書いて、新根と言います。これがこのオヒルギの呼吸根ですね。で、船、川の中入ってるの分かります？二酸素船ありますよね。奥の方、白いのがチラチラ見えてるでしょ。これ台風対策してそのまんまですね。港の方結構風が強く吹きますね。でも川に入れない大きな船はしょうがないですね。港でごっついロープ何本も張り巡らしますね。あれですかね、猛烈な台風第13号910ヘクトパスカルの台風がこの西表を直撃しました。この時西表島瞬間最大風速 69.9m 記録しましたよ。はい、でもその時風速計飛ばされましたね。実際には70メートル超えてたんではないでしょうか。でもちょっと前来た台風も結構やばかったですね。一時期905ヘクトパスカルまで発達してましたね。これがすぐ近くをかすめていきましたね。西表島ギリギリ暴風域入らなかったんですけどね。はい、この木、サケシマソウの木と言いますよ。板状の根っこ、バンコと言いますね。熱帯亜熱帯地方独特の木になります。